東北大発のベンチャー企業が開発した姿勢のゆがみなどを計測するデジタル機器の活用に向け、仙台市の職員を対象とした実証実験がきょうから始まりましたこの機器は、姿勢の悪さと肩こりの関連などを解明するのに役立つと期待されています。こちらがパソコン画面をを見ているるるきの姿勢にに取り付けるだけだででで簡単に測定できる機器、背骨系です。 東北大学発のベンチャー企業ウィーキャンが東北大学医学部との共同研究で開発しました赤外線や傾きを感知するジャイロによって頭の前後の角度や背骨の曲がり具合などを測定しますこれまでは背骨の形を測るというレントゲンのように一瞬しか測れない 瞬間的な形しかがれないものがあります日常的な背骨の形をずっとモニターするというものは、今までそういった医学的システムはなかったんですね実証実験は、ヘルスケア分野のビジネス創出を支援している仙台市産業振興課の職員10人ほどが参加して、今日から5日間実施します。タイピングゲームををししている間の姿勢を測定し 改善点をアドバイスするという流れを一日三回行い、姿勢矯正や意識改善の効果を調べます。肩こりもあるので、たまに意識はするようにしてるんですけど、やっぱり何もこういうものがないとどんどん悪くなってくるので、こういうものがツールがあると、そういう助けになるのかなと思います。開発に携わった医師は、 姿勢の悪さと肩こりなどの症状との関係性の解明につながると期待を寄せます肩こりだとか背中の痛み、腰の痛み、それが本当に関わっているのかっていうのは、実はまだ医学的な検証は十分ではないんですが、日常生活の姿勢を客観的にこう確認することができればあの、そういった部分の介入もできるのかなというふうに考えております開発した企業は、今後、さらに実証実験を重ね、今年中の 法人向けの販売開始を目指すということです。